ここダブルカメラ体制でどうよ。どっちも壊されるのがことの顛末だろ。来ましたか。てうえー、モンターニュか。お前盾は使うのも使われるのも苦手って。公言してますね。壊されちゃったし、まったく、どうするべきですかねこれ。いざという時のハードピークだろ。それ失敗した録画何度もカットしてきたじゃないですか。気づいてくれないで。終わった。その未来は知らなかった。さて一応 C4 があるので、これを投げ、ちょっと待ってください、ご賞の願いです。下手くそだな。じゃあお前がやれよ、小学生か。モンタ君に当てたかったんだけどな、まだ裏に人がいるようで。詰めてくるしな。こういう時に自分の右腕を呪うんですよ。ああほんとだ、なんか包帯巻いてある。これはまた別の理由です。C4 もなし。さらにカーリーに挟まれてる。当然引くことを余儀なくされるわけで。誰かこのカメラでピン刺してくれないかな。野良にそんな高度なこと要求するんじゃねえ。向こうにカーリーがいるのですがどうしますかね。って、また距離縮めてきた。こういう時にイカ役、昆虫照明。ふう、今日一のため息出たな。感度微妙だな。お前それ今やるの？何事も実践ありきですよ。クイックマッチじゃなくてもよかったじゃん。クイックマッチだからいいんですよ。はぁ、あ、で、上からなんか聞こえますね。ドローン回してきたということは確定でしょうか。右からする音、あ、こっちか。やっぱまだ音聞くの慣れてないなぁ。残り一人だな。まあこの人数差で囲めば問題ないでしょう。頑張れー。おん？お前何をした？私にもわかりません。やっぱ味方強いな。これは任せても大丈夫ですかね。この流れさっき見たような気が。残り一人のおおよその位置も割れてますし、現地に貼っとけば大丈夫ですかね。お前が息を殺してたせいでみんな死んだぞ。まあまあまあ、まずは焦らず持ちついて。お前がな。しかしおかげでこちらの位置までは分かっていないはず。時間はまだありますので駆け上がってきたところを撃ちましょう。お、想定外の方向からの銃声。一回から回ってきた感じでしょうかね。なんか壊されたな。それが命取りよ。これで死んだらかっこ悪い。そんなの気にしてたまるか。気にしろ、絵面的に。なんかエイムの寄せ方がコンシューマーなんだよな。この人勝てたのに文句言ってる。マジかよベイベー。こんなの絶対ハードピークの嵐だぞ。車線が多すぎる。それにはしごから誰か来そう。むう、音で対処できればまだいいんだけどな。ああ、こういうのは無理か。ひぃ、どうしようどうしよう。こんなの二人さばききれない。はい、やめましょう。今すぐやめましょう。というか、とっととやめちまえ。こいつのリズミカル自虐が始まった。今の全部外壁に当てたの本当にもう、センスがないというか、なんというか、まずいです。時間がない。体力もない。ついでに金もない。打足だぞ。早くプラントしなきゃ。さてと、ここの防衛の仕方未だにちょっとセオリーがつかめんくてさ、わからんちんちんよね。ごめんな、ミラちゃんそこに入りたいのか。
ああ、くそ。裏回ってたの気づけなかった。OK, 必死地第3次。皆さんこんにちは、僕です。感度がおかしいです。ごめんな、カバカン君。よし。今、イエガーとバンディット。同じドイツ連合として心が繋がっている。素晴らしい。いやー、あれ食えねえか。あれ、これは、あ、あ。あー、やっちゃった！いやー、焦ったあまりカプカントラップのそれ忘れてた。よし。プラトショー、プラトショー。え、なんで？おお、カオスだなー。